え僕はですね、ぴょこたんという名前で、こういう漫画を描いてるものです。僕は任天堂信者ね。最近の何か、ホットな動画になりそうな何かあったあ忍者らまだやってない忍者らダウンロードはして、一応中途でやるだけやって、なんか、まだ、まだちょっと判断は早い。ただ、元ーの株は上がってる。忍者ら出てから。ラスアス2はスルーしました。今やろうとしてるのは、アイアンマンの VR と、と忍者ら、フォートナイト、あとポケモンのクッキーのパズル、 あと、動物の森の潜るやつね。ああ、テクテクライフね。確かにその中ではテクテクライフは僕も気になるところではありますね。あのテク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 がですね、ドワンゴの大赤字の原因を作って、チューンソフトとかも絡んで作られたですね、歩きながら地図を塗っていくテク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 っていう、僕も一応600円ぐらい課金して、 結局使い切る前にサービス終了、差収してですね、終わってしまったあのゲームなんですけど、あれのせいで角川グループの子会社にドワンコが成り下がったと言ってもね、過言ではないぐらいの、どんだけ大金ぶち込んでいろんなグループに宣伝させて、立つとり後を濁しまくって終わりにしたんだっていうあのテク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 なんだけど、こともあろうにサービスを名前を変えてね、もう一回再リリースしますという情報が流れました。 で、そこに関して僕は、期待と不安で言うと、期待が2、不安が8。僕は裏切られたか悪わかんなくちゃ、一応課金もして続けようと思って、マップも塗ってたのに、その塗ったのも全部なしようになっちゃって、はい、やめますって言ってね、逃げちゃったわけでしょ そんなにぶつ切りの逃げ方ってあるまあ、ある程度は期間は設けたけど、でも塗ったことに関しては何も返ってこないじゃん、もうどっちにしても。そういうテク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 が、またやりますって言って、今まではね、戦闘とかあんまり意味のない要素がつけてたんだけど、結局一番楽しいのは塗るところなんだっていうのに。 まあ原点回帰というかそこだけが楽しいからそこをしっかり強化してもう一回再リリースしますっていうけどうんなんか僕はまだまたすぐサービス終了しちゃうんじゃないかなっていう不安がすごいよぎってますね現時点ではでそれで一番思い浮かべるのがドラゴンコロニーズなんだよねドラゴンコロニーズもコンシュマを作ってかつてはねカプコンに在籍していたあの稲船刑事さんが レベル5というですね、ちょっとお金を持ってる会社に、えー、お金を出してもらって、作らせてもらって、なんだかよう分からんコンセプトで作ってしまったがために、すぐに、えー、手こ入れが入りますと。これじゃあ課金も、この先もきついってことで手こ入れ入って、で、何ヶ月か手こ入れ期間を空けて、開けたら、今までのことが全部チャラになって全然関係ないキャラになっちゃって、 ただこのテコ入れの方向性めちゃくちゃこれ間違えすぎでしょっていう感じの感じになってそっからまたさらに何ヶ月かでサービス終了2回の爆死をしてるのねドラゴンコロニーズってでこのテクテクもなんかそういう雰囲気がすごいあるなというか共通点が多いなとまず共通点としてはコン今マーを作ってた人がスマホゲームってこういう感じなんでしょっていう頭のイメージでスマホゲームを出してきたけど 研究が足りてないがゆえに、コンシュマーノーでスマホゲームを作ってしまった。だから課金のやり方とか、課金体系とか、どうやってこれビジネスモデルとして成立するんだっていうところを考えずに、自分のクリエイティブ、新しいものを、なんかワクワクするものを作ろうみたいな、コンシュマーノーに近いところで作ってる感じがあるんだよね。 それと、その、手こいれっていう期間をある程度期間で、作った土台をそのままに、なんとかここの方向性を特化したりして、うまくやっていこうっていう、え、こいれ期間を作ったけど、土台はそのままにっていうところが、全然違うところに力を入れちゃって、え、この土台って何なのっていうか、なんかその、リフォームを何回もした家みたいに、よくわからん状態になる。もうだったらまっさらからやり直せっていうぐらい、 そうした方が売れるんじゃねえかっていうぐらいさ、でもやっぱりかつてその何年もかけて作ったその土台は捨てがたいから、ここからなんとか軌道修正していきましょうみたいな多分感じになってるわけよ。そうすると、全体で見た時の統一感とか、一回ポシャったところと付けさせたところみたいな感じで、なんかゲームとしてバランス悪いなっていうところが、どこまで見えてんのかなっていうのもあるんだよね。 じゃあ、テクテクテクトクね、もしかしたらああいう人たちっていろいろ評判とかをチェックしてるかもしれないから、一番大事なところをね、僕がじゃあ教えてあげるとすると、まあ、岡本よしきさんは僕はプロだと思ってるから、そういうところ。モンスターストライクなんかにしたってさ、もうパズドラを完全にパクりますっていうふうに、そのフォーマットはパクってまして、ね、もう今では公言してるぐらい潔いところがあるんだけど、テクテクっていうのは、それを言うならポケモン GO なんだよね。 ポケモン GO からどんだけ客を引っ張ってくるかっていうか、そこに尽きるんだけど、ドラクエ・ウォークだってそうでしょ位置情報ゲームなんていくつもできるわけないんだから、その部分の自分ならはどこが強みなんだっていうのを意識しながら、ここの客を取るんだっていうのを、もう狙い撃たないといけないところなわけでしょテク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 は。 それでテクテクがどこが勝てるかっつったら、マッピング、地図を塗る。自分が歩いた達成感なんだけど、そうすると、家で毎日やってる時に、目新しい要素が何にもないんだよね。自分の行動エリアだけだったら、もう一回塗っちゃったら、もう二回目はそこ行ったって何もやれないじゃん。そこでどう楽しむかっていうところなんだけど、そこがやっぱ難しいんだよ。だからやっぱ差別化として、 自分で歩いたところを地図を楽しくマッピングするソフトっていうところに特化しないといけないっていうのがまあ、弱みなんだよね。実はね。テク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 の。だけど、それを楽しんでくれる人がいるわけじゃん。あの、行ったところに全部塗っていって、この駅とかもそこを行った、それ行ったことを達成感というか、ここ行きましたっていうのが自分のこの世界地図上にね、あ日本か、日本だけだけもこう、 うまく濡れていったら、それはそれで、マッピングとしては、地図アプリとしては、少し生き残る道があると思う。だから塗ったことによる喜びとかを、すごく高めないといけないんだけど、それでテク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 がまずいところは、隣塗りっていう機能があってね、その行ってないところにも色が塗れるようになってるのよ。しかも、まあ前作の話をするけど、行ったところでも、行ってないところでも塗ったら塗ったで、そのポイント使って塗れば、 全部同じ扱いになってたの。行ってないところもマッピングされてるし、行ったところもどこを行ったかとかも結局分かんなくなっちゃうの。それが一番の僕はクソ要素だなと思ってて、つまりは、隣乗りっていう機能を制限しないといけないんだよ。まあ制限というか、行ったところの乗りを、価値をめちゃくちゃ高めないといけないの。で、いくら隣乗りっていう機能を使っても、行ったところと行ってないところは、絶対にすぐに見分けられるような作りにしないといけないんだよ。 そうすると自分は歩いて行って、隣塗りももちろん使ってマップを埋めるんだけど、二つのマップがないといけない。隣塗りを使ったマップ、使ってない自分が歩いただけのマップ、それの自分が歩いただけのマップを、より価値を高めて、それに対するなんかリターンとかをしっかりやらないといけないんだよ。しかも塗りたいなって思わせる、 付加価値というか、自分がマップが作って、まあ、塗れましたって言ったら、あなたは今ここまで歩きましたよみたいな、喜び、その、塗ったことに対するレスポンスもしっかりないといけないし、よく考えないといけないところなんだよね。そこ、そこまでよく考えてんのかなっていうか、なんか、感覚で言えば考えてなさそうな、その、作った人の挨拶みたいなのってたんだけど、まあ、コロナで今ね、なってで、ね、ちょっと遅れてますが、テクテクには隣塗りっていう機能もついてるので、家でも遊べますみたいなこと書いてたの。 ってことは、結局あの、隣乗りっていうので、その差別化な,な,なく、そのまそこはそのままなんかなとかさ、なんか不安な感じしかないんだよね。まあ、不安だから結局終わったわけでさ、そこから同じスタッフで同じ反省を生かして、どこまでできるんだっていうところなんだよななんかだから僕はそこまで期待できないかなと、一応やってみますけどね。それよりも期待、 ちょっと面白そうだなと思ったらナイアンティックが新しく位置情報系をいろいろ作ってて、その一つがカタン、カタンが題材なの。カタンが題材な位置情報系そっちの方が面白そうだね。あハリーポッターもナイアンティックが作ってんだよね。まあ、テクテクは一回裏切りが、裏切られたわけじゃん。せっかく塗ったのパージャンっていう。まあ、スマホゲーはね、ほんと難しいんだよ、だから。思ってる以上に。ニンテンドウもね、えー、スマホを ゲームね今どうなってんですかって僕が質問したのが、えー、任天堂の公式サイトにね、また質疑応答がね、残ってますから。あの、案の定ね、DNA さんがかわいそすぎるから、DNA の保有株を売ってね、儲けさせてあげればいいじゃないですかってところは、あの、公式には載ってなかったけど、DNA さんとの関係性をね、現在の関係性を教えてくださいみたいにね、要約されてましたけど、 うん、でも、ああやって、自分の発言がですね、まあな、なんなら2年連続刺されたの、今回初めてなんじゃないかな。任天堂は岩田悟さんは僕のこと1回も刺してくれてないし、君島さんは、1回君島さん、あの、つるっぱげの社長は、君島さん1回目の株主総会の時に、めちゃくちゃ辛辣、辛辣な質問したの。そしたら2回目の時刺してくれなかったから、1個1個飛ばし、飛ばしなんだけど、古川俊太郎社長になってからは、2年連続で今刺してもらってるんで、 ありがたい限り、しかも鳥をね、2020年の鳥を任せてくれたから、紅白で鳥を任せられるって相当大変でしょいや、よかったね。また来年も行きたいよ。そのためにはね、今、任天堂株いくらか知らんけど、もう500万ぐらいになってるから、その500万を来年の3月に持ってないといけないから、うん、大変だけどね、まあ、頑張ってね、お金貯めますわ。 あのね、500万だったらっていうなんとかなるかもしれないっていうのもあるんだけどその他にもソフトバンクとか k a、まあ、d o k a d n a タカラトミーセガサミーとかそこら辺でも全部で100万ぐらいかかるから今だったら500万だけど600万600万最低600万って考え方こんなの無理なんだよね僕はその低所得でお売りにねしてんだからさ低所得を売りにやってる人間が600万をね そんな、株に持ってくなんて無理だって。ソフトバンクも上がってるもんな、今な。いや、僕、基本株持ってないの、今。今、何も持ってないの、実際。その、権利の時だけ買って、で、また手放して、また次の権利買って、で、一年間通して、いろんな権利を持ちながら、実際何も持ってないっていう、すっからかんの空っぽ人間っていうですね、スタンスでやってますから、企業にはね、3月締め。 4月締め、6月締めとかいろいろあるの ?7 月締めとか。だから、1つの企業の1年間持ち続けたら、それだけで3月締めのその1点だけ持ってればいいのに、その分金が無駄じゃん。僕はいろんな株主総会に行っていっぱいレポートしたいから、その権利を取ったらすぐ売ってんのよ。で、また次の権利を取って4月締めの取って、はい売って。それの方が株主総会レポート動画が、 たくさん取れるっていうことに気づいちゃったから、もうニンテンドだけをストロングホールドするのはもうやめたの。ニンテンドーの分売れば、いろんな企業の株買えるじゃんと。で、いろんな企業の株の必要家に行くことで、やっぱね、株の必要家行くからには、その企業を多少はし知りたいなって気持ちがあって、事前に調べたりとか、その企業のニュースに敏感になったりとか、で、それで見ていくことで、それが自分の身にもなるわけよ。 ソフトバンクってこういうグループって結局単なる投資会社なんだなと実体がないんだなみたいなのとか、だけど今このアームっていう半導体事業めちゃくちゃ美味しいなとか、あとアリババってこんな強いんだなとか、今、その世界がまあ二極化していってるんだなみたいなとかね、うん、すごく得るもんがあるんだよ。やっぱり株主とか行く、そしてトップの話を聞く。そういうのもなかなか機会がないわけじゃん。わざわざ行かないとさ。 だからね、それで自分の勉強にもなる上に、株チャンネルのコンテンツにもなる上に、そうすると、利益そっから、まあ、広告収入も入ると。こんな自分の勉強になって、で、蓄積がまた力になると。で、いろいろ多面的に知ることが、また、この投資に役に立つ可能性もあるっていうさ。この前言ってた、あの、LINE の株の質を買行ったら、錬金術が分かっちゃってさ、 LINE の株の非送会でね、その時も僕全然知らなかったんだけど、TOB って言って公開買い取りみたいな株をやりますよって言ってて、その時点で LINE の株を、えーとね、53万8000円で買いますとか言ってたの、社長がね。で、その時に LINE の株が見たら50万円ぐらいだったの。だから、その1ヶ月間、ホリシーしてるだけでね、3万円も得するんだと思って、何これ、錬金術だと思って買ったら、実際3万円得したし。 それわざわざ出口でね、質問したの。これって、だって TOB の価格が53万なのに、なんで今50万なんですかってことは、これ、1ヶ月持ってれば3万円絶対得するっていう認識でいいんですよねってわざわざ出口の人に質問したら、まあそういう認識で間違ってないと思いますって言われたし、言ったことでそれで3万とりあえず儲かるじゃん。そういうのとか、まあいろいろ勉強になることはいっぱいあるんだよ。それによって自分のまた投資にそれを、考えを、 出力できるし、そうは言っても、あいつはああいう社長だもんな、みたいなので、これ今株価上がってるけど、うさんくせえな、みたいになったりするし、いろいろやっぱ、迷ったら行くっていうのは正解だね。うん。いろんな世の中あるんだよ。そうなんだよ。だから500万買ってたら30万儲かるし、5000万買ってたら300万も儲かるんだよ、そこで。うん。だけど、それで、本当なのかな、とか、それがなくなるリスクって何があるんだろうな、とかよくわかんないじゃん、僕にしてみれば。 だから、そんなにいけないけどさ。いや公開じょ未公開情報じゃないんで、公開情報なんだよ、これが。この時に、当たり前じゃん、そのの未公開なわけないじゃん。公開で553万で買いますっつってんのに、コロナショックだなんだで、下がりきって、だから下がりきったと買ってれば、10万ぐらい儲かったんだよ、だから40何万円台になったりしてたからさ。だらそういうことをちゃんと知っておけば、その落ちたタイミングで買いあされたんじゃないかなと。ただ、そういうなんか、 統合とかがあったから、Z ホールディングスというヤフー参加のところと統合するっていう約束で、その TOB を行いますっていうから、その統合がなくなるとか、あとはもう担保として持っておけないから、なくなく投げたっていう人がいて、そん,そんぐらい落ちたんだろうね。でも、TOB の中止はほぼありえないことなんだってさ。まあ現実いろいろ調べたんだけど、その後。TOB が中止で、発表してるその買い取り価格を変えることはほぼ不可能な状態なんで、 間違いなくだからそこはいけるんじゃないだろうかみたいなことはどっかで見たよ。だからまあ株主総会ことも勉強になるんで僕は自分の好きな会社の株主総会にまずは行ってみること。そこからいろんな行ける企業を増やしていくっていうのは社会の勉強としてすごいいいと思う。あと投資とか自分の資産をそこに投資するっていうことも考えにもなるし。なのでぜひねこれは強くお勧めします。しかも好きな企業でも10万円以下で買える株って結構あるから だったらね、あのー、今、給付金もらってね定額給付金10万円じゃん。それ何したらいいんだって、社会,を社会の役に立ってで、えー、今すぐ使えることなんだって言ったら、株買うことなんじゃないかなって、一番。まあ、地域経済を回すことももちろん大事。それも,もち別に自分の収入でやりつつ、なんか好きな会社の株1個買ってみたらどうかなと。で株主会行ってみたらどうなんだと、うん。そういうふうに思いました。